こんにちは、ヌーヌーです。今日は、右側のグリーンの、RC カーについて説明したいと思います。狭小タイプです。今朝走らせてきました。なんと最高速度、44.1km、 時速 44.1km出ております。詳しく説明します。狭小のアルティマ RB6 レディセット10分の1 2WD、リアモーターリア駆動、2.4GHz プロポ付きの、塗装済みのタイプです。標準で、ブラシレスモーターが付いたタイプです。このタイプ今回は、改造がしてありまして、7.5T の、ブラシレスモーター、とあと、オイルダンパー、アンプ、サーボ、その他いろいろ改造されております。詳しくはまた次回説明したいと思います。で、使ったバッテリー今回、黄色のニッカド水素バッテリーを、30分ぐらい急速充電して、使っておりますので、もう少し直線距離も短かったのでもう少しスピードが出たかも分かりません。今日はここまでにします。次回楽しみにしてください。